You're listening to Shibuya Cross FM。 皆様こんばんは、重松さと子のキラックスです。よろしくお願いいたします。こちらのお話になってしまうんですが、以前ご出演いただきました、加瀬名誉会長がですね、8月10日にご逝去なさりまして、心より哀悼の意を表すとともに、今後ですね、教えてもらった技を、後輩たちに伝えていこうと思っております。さあ、それの特集というか、特集と言えるほどのものではないんですけれども、大変お世話になってこちらの局の方にも来てくださった名誉会長でございますので、少し、敬意を表してですね、 VTR の方を流させていただきたいと思います。どうぞ。ね、ちっちゃな子供にもね、施してよく呼ばれて施術なさってましたよね。オステですね、これは。はい、オステオローザです。はい、ハンマーのような形の、はい、そうです、そうです。海外でもね、かなりどこに行っても引っ張りだこの名誉会長でしたね。そうですね、はい、これを見ると川本先生と会長のお話がどうしても忘れられず。あ、懐かしいですね。ね、会長がこうトン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 叩くと、はい、すごいですよね。逆にこうね、川本先生お弟子さんなんですけど、はい、お弟子さんがこう逆に叩いてもらうっていうね。そうです。そう、気さくな、本当にこうお弟子さんたちにも気さくな、本当に優秀な、とても優れた、尊敬できる先生でございました。はい、お願いします。お、若い頃の会長ですね。これはあれですか、腕を上げて何を今測ったんでしょうか。これヒットマスターというのを打つとこなのかな。あ、打ってらっしゃいますね。はい、もう何やってももうみんな人だかりで、もうまず技が見たくて見たくて、私もね、よく阻まらず、もうはばからず、もう走ってて、よく携帯をかざしてごめんなさいと、あ、してくださいみたいな感じで、本当に勉強させていただきました。本当に感謝してます。次お願いします。で、またちっちゃい子にテープもね、施して。これは腰のあたりですか、肺のあたりになるんですか。腰のあたりですかね。そしてちっちゃい子にも安全に貼れるテープで、何も害がないキネショーテープっていうのは本当に素晴らしいなと思っております。赤ちゃんが舐めてもっていうのがポスターでありますもんね。そうね、アメリカのポスターのあれがインパクトが大きかったわよね。大きいですね。うん、やっぱり安全が一番。そして本当にたくさんの人を実際にこの手から排出して助けてきてると思います。はい、はい、素晴らしいテープを世に生み出してくれた、インスパイアのある方だなと思っております。はい、次のテープお願いします。これ名誉会長ですね。加瀬名誉会長、ご説明してるんですか、周りの方に。これはこうなんだっていう感じで。そうなの、いいとこだよね。もう周りの方たちも真剣な目見てください。そうです、ボードを持ってもうメモってますからね。で、海外でもこれなんですよ。さすがです。日本だけじゃなくて、とにかく海外の方がもっとすごくて、あ、もう本当どこに行っても人気者で、はい、サインください、写真撮らせてくださいっていうのが本当に多かったですよね。はい、600人の方がサインを書いて写真を書いてもらうために並んだって言いますもんね、海外で。600人、はい、もう1日終わっちゃいますね。もう指が大変なことになりますね。さすがだなと思います。素晴らしい。次の映像お願いします。はい、もうこれはもう研修医たちの前でもうやってる姿をね、見せてあげて、上に録画の装置がきちんとついてますね。おー、カメラが入ってますね。うん、本当にどこに行っても人気者の名誉会長でございます。はい、次お願いします。これは日本で教えてくれてる姿ではないでしょうか。おー、本当にこう彼の授業を目の当たりにして受けれた人が羨ましくて、私は少ない方で、どうしても習いたくて、自分の患者さんを連れてですね、やっぱり彼のそばで教えてほしいと言って懇願したことが何度もあります。そうなんですね。うん、もう先生のお店にもあった骸骨くんが後ろにいますね。そう、あれはなくてはならない。ただうちだと不評なんだよね、模型ですよね。そう、あの模型が玄関にいると、やだ先生って言われて、知らない間にだん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 奥にいた模型くんだよね、骸骨くん。はい、次行きましょう。あー、これはお首のあたりですか。そうね、本当にこう日本で2人しか当時扱えないって言ってて、C の1番、要は頸椎の1番っていうのは頭蓋骨の中にあって、絶対人の手では触ることができないんですけれども、はい、それを動かせるのが、彼曰く当時、日本に2人しかおられなくて、そのうちの1人だったっていうのを本人から伺っております。さすがです。はい、次行きましょう。
あ、これはあのうちに出演してくれたなるちゃん何日だっけ、2019年の11月20日の茂松さと子のキラックスに出てます。ありがとうございます。いい名言とたくさんの、ね、ご教授いただいて新しいこう発想や知識っていうのも一つ二つ、ね、飛び出して面白い回でしたね。すごかったです、はい、ぜひよかったら YouTube に出てますので、失礼でなかったらご覧くださいませ、はい、次お願いします。お、これは会長のバースデーの日のちょうどラジオの日ですか。そうですね、懐かしいメンバーがみんな揃って映ってくれて、いつも会長の周りには本当にたくさんの人が集まってきましたね。そうですね、うん、懐かしい。次行きましょう、はい、お、これは学会ですね、うん、学会ですね、貼ってるシーンですね、はい、もう写真撮りたくて一生懸命私も隙間から探しました。これありがとうなるちゃん。なるちゃん撮ってくれたとこ会長の表情がバッチリだね。いやもうすいませんすいませんって入っていきながら。そうなんだよね、もうまず陣地取りと一番最初から最後まできちんと貼ってるところを取るのが至難の技なんだよね。そうですね、でも後ろの人にも申し訳ないようにこう、うん、なんですかカメラだけそこに残して自分は低く低くっていうのが、あ、そう、後ろの人もね撮れるようにね、はい、撮らせてあげたいから。そうなんです。そうなんだよね、でもその気遣いがこう日本人というかこう奥ゆかしいというかいいとこだよね。ですかね。だから自分が気をつけてるのにそうじゃない男性とかでダーンって撮ってるのがいるとちょっとね。そうですね、ね、蹴り上げた、いやそういうこと言っちゃいけない、はい、そうですね、失礼しました。いいえ、はい、次行きましょう、はい、さあこれも海外の映像ですが、どこかでシンポジウムやイベントを行ってもまあ人だかりです。いやさすがですね、すぐやっぱり会長がテープ貼り出すとみんなうわーっていきますもんね。そうなんです、この伸縮のテープっていうのがオリンピックでしか見ないっていうのが最近ねだんだん変わってきて日常でも見るようになってきましたよね、はい、なのでこうそれを初めて作って世に送り出したっていうね、うん、作ったもう張本人っていうかね、さすがです。うん、なのでやっぱりそれを知ってるってなると、え、あの有名なあのテープを作った人っていうのでうわーっと人が、それだけじゃなくて今度他に腕の上がんなかった人が彼がテープを施したら上がっちゃうんですよ。さすがです。でこうずっと悩んでたの、どのドクターにも見てもらったのに上がらなかったの、どうしてこんなことができるのっていうのでうわーって人が来たり、うんうん、その知ってる方もうわーって来るけれども初めてご覧になられた方も驚いてうわーって来る、このダブルというか、はい、本当に目の前ですごいマジックのようなことが起きるんですよね、うんうんうん、なので一般の初めて何も知識がない時に見た時には私もその魔法にかかった一人だったのかなと思います。そうなんですね、うん、次行きましょう。これはまた先生のラジオの時の私が外から撮ったやつですね。ありがとうございます。会長渋いな、名誉会長渋いよね。いやかっこいいですね、ダンディーですよね、はい、本当になのにこうおしゃれでありながらこう人に紐解いてこうなんて言うんでしょう、なかなか彼みたいな人には人生の中でお会いできないんじゃないんでしょうか。本当にたくさんのことを教えていただいて、もう本当1年分泣きましたね1年分10年分相当泣きましたね。そうですね、はい、次行きましょう。実はこの映像に私映ってるんです、はいはい、なのでこれをこれに選択しました。あ、そうだったんですね、はい、なるちゃん先生どうもありがとうございます。いい、あのマイクを持って会長の横でですね、名誉会長の横であの茶色いおかっぱ頭 のヘアターバンをしているのが私でございます。これはどこの時ですか。これはスポルテックの時に あの出展させていただいて出た時でございますが、まあまあ本当に人だかりがいつもいつもある方なので横でお支えしててもお支えする人が足りないっていうぐらい。でも彼が一声かければ集まる人なんて5万といますので、うんうん、まあ、あのそれでちょっと声出しちゃったらいっぱいすぎちゃって誰が何やろうかみたいなね。なるほど本当にでもいつもにぎにぎしかったです。お、はい、次行きましょう。お、なるちゃん先生ですね。いやこれは初めてあの名誉会長にお会いさせていただいた時のやつですね。なるちゃん先生若い。いや若い、ありがとうございます、ね、えなんか嬉しそう。どっちが嬉しそうってね、どっちも嬉しそうなんだけど、でもド緊張してるのがよくわかる写真でした。本当だね、ちょっと緊張してるよねなるちゃんね。もう先生たちからもう名誉会長はこうなんだってこう聞いて聞いて聞いてのやっとのお会いだったので、あ、やっとツーショットで撮れたようなね。そうです、あのもうおこがましいですがいいですかみたいな。なるちゃん先生いつもこういう時後ろ誰か通過したりね。そうなんです、誰かこっち見てたりとかね。そうなんですよなんか珍写真が多いんだよね。多いですやっとツーショットがやっと撮れた。そうです、よかった、学会の時だね。そうです、あ、羨ましい、気
キリッとした2人ですね。次行きましょう。あ、これで全部ですね、うんうん、そうなんです。もうこの番組にもね、気さくに出演していただいて、本当にこう私たちのような一人一人の隊員でも必ず無限にしないで答えてくれる、うん、そういう先生でしたよね。そうでした。愛のある、はいはい、あのいろんなことをたくさん学んだと本当に心から思っているんですけれども、まだそのこと、うちの局に出てるのっていう方も結構コメントにありましたので、はい、ちょっとだけ以前の2019年11月20日の YouTube をちょっと抜粋してみようと思います。出すことできますか？あ、お願いします。懐かしいですね。2015年の映像から持ってきて会長とこうお話ししてありましたね、うん、これを見ながら回答してくださったんですよね。そうですね、うん、2015年か。これもう前、だいぶ前になるんだね。そうですね、うん、いやすごいあれなんですね、うん、今だって若い。おでこに貼ってありましたね、テープが、記念書テープが、うん、もうほんとね、こうお茶目って言ったら失礼なんですけれども、とってもこう気さくな、ね、あれですね、今、うん、大間さんにも貼ってましたね。そうなんですよ、馬、動物にもね貼って、今はもう普通にもう馬に貼るのが常識っていう風になってきましたよね。そうですね、うん、今一瞬動画であれじゃないですか、サッカー選手出てましたよね一瞬、有名な、はい、そうなんですよ、たくさんのアスリートは超有名な方たちがもうすり寄ってきてこう、うんうん、なんか会長の手を離さないっていう瞬間を何度も見てきました。あ、それは僕、私に貼ってほしいっていうのでってことですか？いや、もう僕のそばに彼がいなくてはならないみたいな、僕がターフ上に立つには選手としていられるには彼がいなくったらもう考えられないという体のように見えました。なるほど、そういうことですね。僕はこんなに君に心酔してるから君は裏切らないでねというように見えました。なるほど、若い。うわ、こういう時に習えた方たち羨ましいな。本当に。そうですね。いや、今すみません、写真を見たらご友人さんからの意味の甘い声の甘いマスクなっていう意味がちょっとよくわかりました。え、何ですかそれ？10月の時に会った回でご友人さんからのスピーチであったじゃないですか。甘いマスクに甘い声でさ、こうだったんだよって言われた時の。それがちょっと意味が、今写真をもう一回見返して、あ、なるほどっていうので、最後のね、お別れの会の時にスピーチをしてくださった超有名人の方がいらっしゃるんだよね。そうです。で、その方と初めて会長が会った時に、お、はい、知った顔がいるじゃないかから始まってね。そうです。そのエピソードを話してくださったんですよね。そうです、うん、なんとも吸い込まれるようなお二人の素敵なご関係性がよくわかるスピーチでした。人をこうバカにしないで大事にしてくださるところがね、多々見受けるというか、ただやっぱり会長がすごすぎてしまって変な人も寄ってくるんだよね、うんうん、なのでそれをこう最初1回は信じたりとかして辛い思いをなさったりとか、横で見てて本当にちょっと辛いことがありましたよね。あ、そうだったんですね、うん、なので最初のうちはね、そういうのをこう見分けるためにこう確かめる言葉を言われたりするんですね。私がそれで彼に名誉会長に声をかけられたのは、君じゃないんだよって言われました。なんでですか、そういう言葉がけだったんですか？自分がテープを貼って山間部で仕事をなさる方なんですけれども、二頭筋の担当が切れてしまってるんですね、はい、でそのテープを貼るっていう時にですね、どうしても彼に貼るとですね、黒くなるんですよ。貼ったところが真っ黒になるんです。テープの跡が黒く残るってことですか？そうなんです。でそれが、あ、懐かしい。せっかくちょっと声が入っているので、はい、会長の声聞きましょうか。前提でお願いいたします、はい、あなたのために、そしてあなたの大切な人のために目的地までしっかり行きましょう。よろしくお願いいたします。さあ、そして今目の前には私の大変尊敬する、もうちょっとごめんなさい、目を上がってしまってちょっとあれなんですけれども、加瀬健三先生にお越しいただいております。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。あ、会長の声だ。今現在がニューメキシコ大学の医学部神経学科助教授を務めていらっしゃって、キネシオテーピング協会の現名誉会長に2017年にご就任なさいましたね。はいはい。いかがですか、その後の動向は。いや、ようやっと開発から40年経って、はい、
まあ、スポーツの世界ではね、オリンピックレベルまで、でこの間 あのワールドカップでもだいぶいろんな人たちが、私のテープを貼ってくれてて、はい、だけど、まあ、私自身はね、今もうキネシオメディカルテーピングといって、まあ、スポーツの選手はもとより、はい、手術後の痛みと腫れを早く引かしたり、はい、まあ、いろんな自閉症を含めて精神的な分野まで、もっと幅広く活躍できるように、いろいろ一番大事なね、今の現在の医学でもわからない、見えてて見えない表皮っていうのがあるんですよ、はい、その見えてて見えない表皮を、表皮には本当に体に起こるいろんな病気の現象が全部関連していますんでね、それをどうやって、まあ、うまく自然の注力として生かせるようにできるかどうか、はい、というのが、まあ、もうこの老いた私に、あとどのぐらいね、まあ、世界中の人たちが使ってくれるようになれるか、頑張ってるところです。いや、もう先生の活躍は教会員のみならずね、一般の方も皆さんもう存じ上げるぐらいになっておられますが、まだまだですよ。そんな先生は教科書に載られる方だと私は思っていますので、今教科書に載るような方が、目の前でこう喋ってるということがまず普通は体験できないことだと思っております。そのぐらい素晴らしい先生なんですね。自分で言うのもあれだと思うので、私の方から付け足させていただきますと、先生とご一緒していますと、病院の先生方が慌てて走ってくる、何先生がいらっしゃるんだったら お迎えに上がりましたものをと言って駆け込んでいらっしゃる方や、有名な選手のとこに行ってもオリンピックのスター選手のような方が先生の腕にすがりついて離れないようなね、ロシアの選手とかいらっしゃいましたよね。意外とね、日本よりも海外での方が、まあ、顔も名前も、知られているんですよね。だからびっくりするのはね、1ヶ月前アルゼンチンでリンパ学会っていうのがあったんですけど、600人の、ね、人たちの総合ね、ほとんどがみんな写真撮ってくるって言われるのねこんなじいさんと写真撮ったってしょうがないじゃないかと思うんだけども、いやいや、はい、日本じゃ誰にも言われないよ。いや先生またそんなご謙遜なさってますけど違うんですよ皆さん、これ学会に行くと加瀬会長の後ろに、ね、並ぶの、並んでる時ね、ほら今外にいらしてる方もうんうんってうなずいてますけど、並ぶの、先生謙虚だから、実る稲穂ほど神戸がたるるじゃないですけど、日本の人はみんな遠慮してんだ。いや、まあ、確かに恐れ多くも私ももう震え上がっちゃうぐらいですけれども、やっぱり緊張はしますね。声かけて失礼がないんじゃないかってやっぱり思います。だって格好見たらね、ケンタッキーフライのおじさんと大して変わんないんだろう。いやいやそうやって言ってくださると確かに近づきやすくなりますけど有名すぎてしまって、こうドーナツ化現象といいますか、先生を遠くで見ているというね、もう芸能人ですよね。いや、もうそろそろ杖が必要になってくるからね。いや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 ちょうど同じようなカーネル・サンダーじゃなくて、またもうすぐそういうことをおっしゃって、カーネル・カセですよそんなことはないですけれども、日本の選手とかでもね、有名なサッカーの選手、この中に映像も出てきますがね、うんうんうん、先生が呼ばれて張りに行ってる方もたくさんいらっしゃるし、それこそサッカーだけじゃない、野球だけじゃない、ね、オリンピックで引っ張りだこだったこともありますし、そして今、ね、たまたまアスリートの映像ばかりが出ておりますが、うん、医療関係者からね、呼ばれることも非常に多くございますね先生。そうですね、いや、その方が多いですよ、うんうん、一昨日台湾から帰ってきたんだけど、はい、台湾の小児科のね、まあ、小児科ってまあ成人だったけど、最近30代40代で脳一血で半身麻痺になる人がすごく多いですよ、はい、でその人たちに、まあ、何にもできないのか、うんうん、じゃなくて、はい、はっきり言うとテープ一つ指先からね、足の指先、手の指先から貼るとちゃんと動いてくるわけ、うん、不思議ですよ ね不思議でも何でもないんだけど、ちゃんと、ね、理屈はあるんですけどね、それは
どうしてかっていうと、今のリハビリ学でもその爪も皮膚も皮膚の一番上もね、どれだけ脳とつながってるかってそれを知らないからね。だけどちゃんと資生堂の研究員の伝田先生は、ね、もう皮膚は考えるって本を15年前に、20年前かな、はい、もう書いてて、みんな知ってるはずなんだけど、医者じゃないからあんまりみんな信じないわけだよね。もったいないことですね。かなり結果もついてくることなのでね。いや大変なことですよ。で僕はそれ読んで本当にびっくりしてね、あ今までの僕のテープは筋肉にはいいけどもね、脳神経とか脊髄とかそういう神経には弱いなと。それをなんとかするために、まあ、20年前ぐらいから表皮神秘ってそういうもう本当に表面のところをどうやってテープで、コントロールできるか。だけどそこを見る機会がつい昨日ね、僕はあるアメリカから輸入している機械のところを見に行ったの、ね、表皮がようやっと見れるの。だけどあんまりいい映像じゃないんだよね。それが一番今の世界で一番見れる一番最新の機械かな。それでもダメなんだよ。だから医学がどれほど進んでるも、一番大事なところ見れないんだよね。そういうところの痒いところに届く効くのがこのテープなんですけれども、ね、逆にそういう解明するものがついてこないっていうこともねあったりしますね。先生のファンの方が続々と先生人気者ですね。いやどこに行ってももう人だかりがあって、この写真もご覧いただいてわかると思うんですけれども、もうどこに行っても先生の周りには人だかりがわーっとね集まって、ヘルナンデスはね、そうですね、シアトルマリナーズのね、かっこいいですね先生、映像ありがとうございます。だんだん年とともに、いや渋いですよ。どうもありがとうございます。映像懐かしくちょっと涙が出そうでした。もう声があれですね、声を聞くだけで、はい、はい、もう本当にお疲れ様でしたと言いたいのと、本当に彼の伝えてくださったことを、ね、今後後輩たちになるちゃんもね、なるちゃん先生も伝えていって後世に残していくことを忘れないように誓いましょう。そうですね、その時はこの YouTube を使わせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。恐縮です。はい、さあこの続きが見たかったらなるちゃん、どちらでしたっけ。はい、重松さと子のティラックスと YouTube で調べていただいて2019年11月20日で検索してください。はい、どうもありがとうございます。さあそしてですね、はい、ちょっと時間もだいぶ押してしまったので曲を挟まないで次のやつに行こうと思います。いや先生待ってください、1個だけいいですか。何、はい、でしょう。さっき本当にさっき決まったらしいんです。ちょっと噂に小耳に挟んだんですけども、先生今年の学会大取りらしいじゃないですか。先生聞きましたよ。もう誰でもなく会長とかいるのに大取りを務めると聞きました。断ろうと思ってますなんでですか。いやもうなんか恐れ多くて、いつも学会もう本当にすごくこう敷居が高くて、自分が発表させていただけるようなとこではないんですよ。今ここで言うのもなんなんですけど、自分が出ることだけでも恐れ多いと思っていて、自分はもうそこで学ぶだけが一方的に学ばせていただいて、どうもありがとうございましたという形でいつも帰らせてもらってたんですよ。いやいやなのでそれが出るっていうだけでもすごく敷居が高いというか、申し訳ない、来てもらう方に申し訳ないという感じなんですが、まさかのね先ほど電話が来て顔色が急に変わるというね、もうおかしかったですよ。先生が、先生のラジオですよ先生、先生って言っても一回無言だったんですよ私に対してもすいませんちょっと隠しきれなかったです動揺が。それはでもやっぱりあれですよね、今回オーナーがやっぱり先生が選ばれるっていうのが多分なんか意味があるんだなと思いながら、だってもうメディカルでいろんな医学の先生とかいろんな先生がいる中で大取りですよ先生。いや風邪ひこうかな、ダメですお醤油一本飲もうかな、ダメです我々が止めますんで。いや恐れ多い、本当に恐れ多い。ただ単に私が発表するのがこの亡くなられた加瀬健三先生が私に貼ってくれたテープなんですよ。だから私が作って考え出したものではなくて、加瀬名誉会長
が私に施してくれたテープがあまりにも素晴らしかったんです。なので、はい、それが他になくって例を見ない今もこう時々出てきてるんだけどやっぱちょっと違う、うんうん、なのでそれをただ発表しようかっていうだけだったんですけれども、はい、なので、まあ、人のふんどしというか 人という言い方もしたくない方なんですけれどもすごく恐れ多くビビっております。いやでもそのおかげで私も救われてるテープでもあるのでぜひとも、もっといろんな方が救っていただけるといいなと思います。恐れ入ります。ありがとうございます。先生頑張ってください。いやいやちょっと動揺するので大取りは断ろうと思ってるのでとりあえず次行きましょう、はい、次行きましょう、はい、ですねなんと来年の風水出ました。わ わーそうなんです。何ですか。なので来年の風水についての発表しようと思います。はい、なるちゃんにもまだ言ってません。はいはい、来年のラッキーカラーです。お、ラッキーカラー。はい、そしてですねこれから言うやつを10月からもう来年の運気は流れています。うんうん、なので先取りでやるのがいいんです。何でも先取りで先取りをするのにあたって先取りはいいんですけれども誰よりもその運がキャッチしやすいから他の人よりも先にやってる人に運っていくじゃないですか。はい、なので先取りできるのはいいんだけどお家が汚いと効かない。掃除します。皆さん掃除をみんなで頑張りましょう。はい、もう玄関からですか。そうなんです、玄関から。覚えてるね。そうなんです、玄関からやっていただくのがよろしいかと思います。はい、あとは自分の役を落とすのも忘れないようにね。お風呂と塩を持ってきます。はい、ぜひ。お風呂は持っていけないですね。塩をお風呂に持ってってやります。はい、お願いします。はい、詳しくはね過去の YouTube を見てご参照いただければと思います。はい、はい、それでは来年のラッキーカラー。ラッキーカラーだろー。赤、赤、ゴールド、ゴールド、シルバー、シルバー、すっごい派手ですよね。すごい、なんかもうクリスマスですかね。これに緑があったらもうクリスマスですよね。はい、なんですけどそれだけの3色って考えるととてつもなく派手でもいいですよね。合わせやすいカラーといいますか、まあ、女性だったらこう見えないとこでもネイルとか、うんうん、あと小物とかも意外と使いやすかったり、うんうん、男性がちょっとあれですよね、使いづらいカラーがちょっと物によってはゴールドとかシルバーはあれかもですけども、うん、いや赤ってかっこいいよ。本当ですか。うん、差し色で入っててもかっこいいなと思う。おお、前に岡根会長が何かの時に赤の差し色、黒に赤の差し色があった時に渋いって言ってたのを覚えてます？すいません、ちょっともういろんなの写真を今回見返しすぎちゃってちょっとすぐ出てこないですね。だから黒と赤とかってやっぱかっこいいし、うんうん、そこにゴールドとかシルバーの差し色って確かに面白いのかもしれない。なるほど、うまく使っていただきたいですね。そうですね、それを使うのは10月からがいいんですか。はい、そうなんです、10月から使いましょう。なるほど、じゃあ9月のうちに買っといて開けずに持っといて10月から使うんですね。はい、わかりました。でお願いします。はい、さあそしてラッキーナンバーです。ナンバー、はい、ラッキーナンバーはナンバーワン、はい、1番、はい、と3番です。3番、あれ3番ってスピードの3ですね。そう、よく覚えてたね、えらい、ありがとうございます。そうなんです、ってことはスピードを持って何かする、うんうん、そして原色や派手な色を使って運気を取るなので、うんうん、そうなんです。ラッキー方位がですね、七夕のある神仏を司る北西からラッキーが入ってきます。なんと、はい、で今度その反対側の、東南から入ってくるので、はい、この東南というのが人脈に大きく関わる方位だったよね。うんうん、そうでした。で、北西のその神部、神仏の七夕とかがある方向から入ってくるので、はい、これってすごいことかもしれない。そしてスピードの3を使うので攻めろってことだよね。攻める、うん、なるほど。すみません、私はもう 1ってナンバーワンって言ったので、あ、神社にもう1日は必ず行こうと思いました。1と15ね、はい、神様に会いやすいからね。そうです、そう、ぜひ行ってみてください。はい、はい、そして、大開運気っぽい、あ、もう 出たんですか。出ました。大開運気っぽいってなんだっけ。あれです、1年の中で一番強く運をもぎ取れる日です。はい、ですよね。その時にはもう会社を休んでても行きましょうが、この風水の中では大きなイベントでしたね。大きなイベントです。はい、それがですね4月の4月、はい、はい、11、20、29、29、はい、の3日間だけです。今回 3日間しかないですか。そうなんです、多い時はね4日とか5日あるのに、今回なんと3日しかないんです。3日、そして新年、新学期早々ってことですね。そうなの、だから学生さんたちちょっとしんどいかもね。ですね。うん、なので今回は大人頑張る、頑張りましょう。
もぎ取っていただければと思います、はいはい、あとはですねラッキーアクションとして宝くじ多分ね役を最大に落としとけってことだと思う。攻めに出るから攻めに出てるのに役があると幸運が入りづらいので役を落としとけよ確実に。なるほど、あの幸せの箱のってやつですね。そうですそうです、それ言ってみよう。あれですよね、幸せと不運が入る箱は同じ箱なので役を落としとかないと幸せが入らない。幸せが入ってても時を経てそれが不運になっていくのでそれも落とさなきゃいけないですよね。はい、そうです。素晴らしい、ありがとうございます。もうだいぶ培ってきましたね。培ってきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なのでまずは役落としをすること、10月から攻めに入っていくこと、はい、で新年にはそれを派手に行って、うん、イベントごと風水とかの行事は大事にするっていうのが鉄則ですね。なるほど、したら10月からもう10月1日から宝くじを買って役を落として。そうですね、そうです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 、うん、9月の後半で買うのもいいですよね。100円でもいいんです。なんか大きい何万円かけろとかそんなことなくて100円でいいんです。スクラッチとかでもいいんですか？全然いいんです。それだけで役が落ちるので、ほうほうほう、はい、やってみてください、はいはい、あとはですね踊り場だとか踊り場、うん、派手なとこがいいんですね。派手なところ、はい、派手なところにすごくラッキーが集まるのでにぎにぎしいところとかはすごくラッキーアクションが効くと思います。なるほど。で派手なところに赤とゴールドでシルバーであなた行ってみてください。すごい格好になりそうですか？大丈夫ですか？パーティーですか？まずパッと目が引くので、まあ、人脈としては大成功ですよね。そうですね。花と毒が必要っていうじゃないですか、はい、まず相手を引きつけてパッと離さない見た目、うん、それがお洋服で演出するとかネイルで演出するとかいろんな方がいますが、はい、そして話した時にもう一回あの人と話してみたいなと思わせる毒、この花と毒があるのが大事だって言われてますけれども、はい、難しい。すごく私の知ってる中で玉木さんという方がいるんですが、はい、花と毒を持ってる方だなと思う。確かに素敵な方ですよね。そうなの、もう羨ましい。ああいう風になりたくてもやっぱりなれない。あれは個性なので。あなたの花と毒は何でしょうか？見つめてみてください。さあそしてですね、はい、他にもいろいろあるんですがちょっと時間も押しているので、はい、もう一つ、曲を流してから次行ってみましょう、はい、スピリットファイヤーラチェンブラザーズさんです。寸先は闇転ばぬ先の杖それさえつけないような Everyday 全て悟ったふりに昼前に浮かべ来る気取りですぐにリタイア胸の奥で疼く光灰になるにはまだ早い時に気にして本気出せない方がダサいや聞こえてくる嘲笑笑い飛ばせ上等見せつけてたまらせるデザイア。重松さとこの重松さとこのキラックス、よろしくお願いいたします。お願いします。さあそしてラッキー方位行ってきましょう。はい、今回も一部名前を省略させていただきます。9月8日からのラッキー方位になります。はい、お願いします。一泊さん、ごめんなさい、ありません。あら、いきなり。はい、時刻さん、
東北南西が丸、うんうん、三碧さん東北南西が丸、四六さんごめんなさいないです、ないのまた、はい、五王さん東北南西が丸、六白さん南西が二重丸、東北が丸、七石さん、うん、ごめんなさいないです、またなの 3人目よ、はい、八白さん東北南西が丸、いいの、九州さん東北が丸、南西が三角でございます、うん、あらあら今回はまたなんかね大丈夫、いいのなくてもね、ラッキーホイがなくても出かけちゃうと不運になってしまうので、はい、家にいろって話を前にしたと思うんですけど、あのジャンプを溜め込んでる状態だと思ってください、なるほど準備期間、なるほど、はい、じゃあ飛ぶために役落とししよう、はい、もうお風呂でお塩を持ってって入るか、お布団ベッドから出ないっていうことですね、そういうことです、まあ、ベッドから出ないっていうとなんか怠慢な感じもするけれども、いやでもそれも風水だって言ってますよね、そうな3日未満ってやつね、あれはきついと思うな、そうですね、そうもうずっとお風呂場にいるのかずっとお布団のところにいるのかっていうね、はい、それ風水って過酷だね、いやでもそれで運気がもぎ取れるんだったらやっぱやるべきですよね、何かを変えたいと思うならば、強い気持ちがあったらぜひどうぞ、はい、本当に変わるらしいです、はいはい、そしてジャンプといえばですね、うさぎの友達の A さんよりお便りいただいております、おありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、今日は加瀬名誉会長のたくさんのお写真やお話をお聞きできる素敵なスタートですね、私自身生活の中でキネシオテープにはたくさん助けていただいています、ご冥福を心よりお祈りいたします、なんとありがとうございます、はい、たくさんの方からねこういったメッセージいただいております、あの全ての方をお読みできなくて誠に申し訳ございません、あのこうきっと気持ちが名誉会長に伝わっていらっしゃると思いますですね、ありがとうございます、コメントいただきました、はい、はい、さあそしてですね、はい、重要の節句が来ます、お菊ですね、菊のお先ですね、はい、そうなんです、9月の9日です、大事なことなのでもう一回言います、9月の9日です、はい、そしてなんと六白さん、六白さんめちゃくちゃ運気取れます、取りましょう、取ります、ただお天気悪いそうなんです、台風がですね、はい、やり方なんですが お茶碗でも何でもいいんですが100均でいいので新しい器を用意します、新しい器、それはもうカラーはあるんですか、できればラッキーカラーに従った方がいいです、それはまだ今のラッキーカラーですね、そうなんです、今年のラッキーカラー何でしたっけ、オレンジ、グリーン、ホワイト、ゴールドの4色です、はい、なので先ほどなるちゃん先生と一緒にですね100円ショップに行ってきまして、うん、白の器を買ってきました、買いましたその白の器にですね日本酒です、焼酎じゃダメですよ、日本酒を入れていただいてそこに食用菊を浮かべます、食用菊をお酒の上に浮かべるんですね、そうなんです、そしてそれをお月様に当てるんです、雨が降っていても雲の上には必ずお月様が出てますので夜になったらそれを照らして自分のここに月が当たったんだと思ったものを飲んでください、はい、そしてその時にそれが終わった後にお財布や貴金属、身につけるもの、そして、通信機器、iPhone だとか、その Android でもパソコンもですか、パソコンとかも持ってこれる人はお月様に掲げて月の光を当てるんです、お、そうするとそこにラッキーが舞い降りてくるようになっていますので、はい、私はそこから運気が自分のスタートが変わったと思っています、お、でも私も教えていただいてお財布を特にやるようになってから変わったはずです、そうなんです、その私お財布を2つ持っていてお店用と自分用と思っているんですけれども、うん、そのやっぱり光に当てた方がやっぱり違うんですよね、そんなビビってることかもしれないけれども自分で、あ、何かが違うなって感じるって相当だと思うんです、はい、なので、どうしても何かがスタートが切れない、踏ん切りがつかない、何か変わりたいのに変われない、どうすることもできない、塩原さんとか聞いてらっしゃるでしょうか、どうしても変えたい、今の自分を打破したいんだ、新しい生まれ変わって自分は幸運な人になるんだ、そう強く思ってる人はぜひこの9月9日重要の節句というのをやってみてください、みんなでやりましょう、はい、なるちゃんは時計も当ててますか、ブレスレットも当ててますか、今年から当てますぜひ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 、そういえば当ててないのが靴を当ててないかもしれない、靴って足元から運気が入るって言ってるけれどもそういえば靴は当ててないな、あ、
靴ですね、良かったです、うん、私大地を踏みしめる風水のやつだったら足の裏を当てるのかと思いました。いいかもしれない、ある意味いいかもしれない、やってみようかな今年。いいんですかね、うん、やってみようかな。なるほど、うん、あのちゃんと消毒して、はい、あの神様足向けてすみませんって言いながらちょっと失礼みたいな。大地のパワーと月のパワーとね、えあのやっぱり陰と陽がこうね揃った時に体もそうですけどゼロになってる時が一番いいんですって、うん、陽だと走りすぎて疲れちゃうんですよ、はい、陰だと陰キャっていう言葉もありますけど陰キャが悪いわけじゃない、はい、だけどやっぱりこの両方を合わせ持ってどっちの考えも分かって冷静な状態でいる、うん、これが人として一番優れた状態であるならば陰と陽をやっぱり整えてた方がいいってことだよね。なるほど、なので厄落としがあったり幸運が入ったりいろんなことも陰と陽なわけだよね。はい、はい、なので皆さんもねぜひやっていただけたらなと思います。はい、はい、あとですねもう一つ映像を持ってきました、自分のお店のことなんですがちょっとお祝い事と言っていいのかわからないんですが、ビキニフィットネス部門で倉畑優奈さんが優勝したので、前回ね映像を持ってこれなかったので、はい、ちょっと映像を出してみようと思います。はい、美しいヒップ、いや頑張ったね、はい、綺麗、美しいですね、うん、次行きましょう。はい、どんな写真、あこれもまたあの動画で本番の大会のやつを動画で見させていただいたんですけども、うん、美しかったね、動きがね、はい、目がいきますよ ね誰よりも確かに目がいった、はい、アメイジング、すごかったです。一言そうだよね、はい、次お願いします。おこれはもうティアラをつけた、はい、優勝者しか被ることのできないティアラですね、はい、いや本当嬉しかったです。いやあれそれこそ次の大会がありますよね。ねえ、はい、次も頑張ってほしいですね、うんうん、だけど体だけね壊さないようにぜひ応援しております。全面協力でいこうと思っております、はい、頑張ってください、頑張ってください。さあそしてですねせっかくこういう方が出たのでめでたいということで、うん、何かお祝いしようというので今セールをやってます、はい、次のページお願いします。美しい写真が、うんうん、並んでおりますがもう一つお願いします。はい、なるちゃんお願いします。はい、優勝記念キャンペーンを実施デトックスではしております。わーわー、今回は彼女が、はい、デトックスで受けていた施術を同じもの同じ価格で 4V を筋膜リリースという形で機械を使ってほぐさせていただくっていうのを9800円の消費税で行っております。全く同じなんですね。全く同じです。おお、機械も同じです。でこの値段でいいんですか、9800円で。同じ価格でいきましょう。これ誰がこれ9800円で出していいって言ったの。先生から一応許可を取ったはずなんですがはい、それとともに横に調整とフェイシャルのねあれがちょうど今映っておりますけれども、はい、なるちゃん何かコメントいただけないですか。あれですよね、フェイシャルの方ですとハンドマッサージのみになっていますが、しっかりとほぐすことによって表情筋とかも豊かに上に上がりますの で、うんうん、で特に今マスクをやっぱ取る準備っていうのでやっぱフェイシャルのオファーとあとは紫外線をぐっと受けた時期が過ぎてきましたので乾燥肌っていう方がやっぱちょっと増えてきてます。そうね、なので今ケアをしといて年末年始に向けて今からケアするのが多分いいと思います。違いが出るんだよね。やっぱ今からこう夏の疲れを感じてる時にケアすることでやっぱり違いっていうのは出てくるんだよね、はい、あとはやっぱりこうやらせていただいてるものとしてはやっぱやってる方とやってない方との差がやっぱ出てくるんだなっていうのをこう今最近感じることが増えまして、ちょっと失礼ではあるんですけどもやっぱやってる方の A さんやってない方の B さん同い年の方が並んだ時にやっぱ違いがあるんですよね。分かっていただけます、はい、嬉しいな。やっぱこれって自分が思うってことは外で見た時もやっぱそうだと思うんです。で特にフェイシャルを今定期的にこうやらせていただいてる方がやっぱり周りの方に驚かれるって、何年経っても老けないよね変わらないよねって言われるんですっていうのを嬉しく笑顔で言ってくださるのが今私の一番の幸せですかね。やっぱりありがとうって言われる仕事だからね、はい、笑顔がよく見れる仕事なので本当にそこは嬉しいところですよね。ですね。でもこのやっぱりこう年わかんないねとかいつまでも輝いてるねとかって言われる方たちを見てると、はい、本当にこう研究してきてよかったなって。先生ありがとうございます。本当寝ないで頑張っててもう命削ってきた時のあれが今こうやってみんなにこう喜んでいただけ
けたりしてると本当に嬉しいです。でも本当先生の研究のおかげで美容整形外科さんともう同じじゃないですか。いや、まあ、そんなおこがましくそんなこと言えないですけども、だけどそういったところに行ってた人たちがうちに乗り換えますよね。はい、その乗り換えてくれるっていうことが、あ、これがあれなのかな、結果っていうかいただいてるあの答えなのかなと思って喜んで、はい、ただおごっちゃいけない、周りもみんな日々日進月歩で頑張ってるので、はい、あのここでとどまって満足したら多分衰退しちゃうんですよ。そうですね。なのでここで満足しちゃダメで常に考えろね、師匠が言ってましたけど、はい、あの考えるのを止めるなっていうね、はい、あのカメラを止めるなじゃないですけど、考えるのを止めたら人間じゃないんだよっていう。そうですね、はい、なのでちょっとここでおごることなく次を見ていこうと思っています。はい、一緒に頑張ります。頑張ってください、はい、そしてあなたもそろそろねやっていかないと、そこをキープしていかないといけないですね。はい、顔もアップデートしようと思います。アップデート、アップデートしようと思います。顔もアップデート、はい、うわ面白い言葉ですね。でもやっぱり考えるのをやめてはならないんでアップデートしましょう。あ、なんかなるちゃんもまた一回り大きくなったな。あれかい、そろそろ私の背中がちっちゃく見えてきたかい。いいえ、まだ大きいです。あ、大丈夫です。それはあの本当にあのスーパーデブとかそういうそっちではなく、やっぱりこう一歩も二歩もどんなに追っかけてもやっぱ近くに来て来るかなと思いながらも、やっぱり遠いなって、大きいなと思いながら、特にやっぱ今回のあの加瀬名誉会長の会に行った時によくさらに痛感しました。え、なんで。いや、もう皆さんが、しかも何ですか、加瀬名誉会長のご家族が先生ってこう来るじゃないですか。もうあの姿に、あ、先生がやっぱどれだけの人だったんだろうっていうのをやっぱ感じる。なんかそれで感じるのもちょっと失礼かもしれないんですけども。いやいや、そんな風に見えてたのか、どうも恐れ入ります。いやいやいや、ありがとうございます。そうやって見つめてくださってね、ありがとうございます。いやいや、もうあれですよね、あの娘さんたちがあの先生のあの会長への何ですか、尊敬という意味の愛は本当だったのねって、すごいわねっていう、あの涙とともに鼻水もすごいよねって言われちゃったっていうなんで鼻一緒に出るんだろうね、ああいう時もね。本当でもつながってるからね。先生はそういう方ですよね。もう、もうあの奥さんにね鼻水拭いてもらうっていうあ、会長の奥様ですか。会長の奥様に、あら、あなた鼻水すごいわよ、何の話してんだろう今涙とともに出るものがあるんです。いやいや、でもやっぱりあれですか、会長さんとの先生は思い出は一番は何ですか。何ですかね、ありすぎちゃって、ただ知らないところで実はそういう優しさがあったのかっていうのを周りの方から聞いて驚くことがありましたあ、優しさはもう私ももうあのお着物ちゃんで出た時にもうすごく感じましたね。イベントに、大きいイベントに、ね、出てくださったんだよね。そうです、そうです。大きいイベントでじゃあって、隠れててねって言ってこう入れられた楽屋が、加瀬名誉会長、リック先生、リック先生の奥さん、芸能人、アナウンサー、そこに小林みたいなやだ、すごいすごいメンツだ、はい、もう前線のお弁当一緒に食べましょうってアナウンサーさんとか芸能人の方とか、その時に会長がそこに座ってまず食べなさいって、後で食べれないんだからね、今食べないとね力つけないとダメだよってこう声をかけてくださるんですけど、うわ、どこに入ってくかもわかんないそんなで、その後もやっと知ってる顔が来たと思ったら、うん、もうエレベーターの方に連れてかれて、うん、もうそのメンバーと一緒になぜか小林、私が乗って、小沢先生ですね、はい、連れて、やっと知ってる、やっと空気の吸える方が来てくれたと思ったらば、うん、入ってらっしゃいってカーンってこう閉まってくるんですよ。あ、小沢先生そこで、はい、もうさようなら、はい、でまたしたら今度あのリック先生とかがこう声をかけてくださるんですけど、うん、もう英語で何言ってるかわからないみたいな、失礼だけどどうしようみたいな、うん、でそうした時も会長がこうやって言ってるよってこうだよって言う、会長に通訳をさせる、いや、さしたつもりじゃないですよ。でもそういうそんなこんな、私にも優しく構成してくれるような方でした、うん、リック先生もすごいんだけど、リック先生の奥さんスーパー美人じゃない。綺麗です。もう本当トイレでお会いした時に声をかけたことがあるんです。わお、あまりの美しさでっていう話をしたらば、はい、あの彼女がそんな風に言ってくれると照れるじゃないって、あなたもなかなかよって言われて、うん、いや、なかなかよってどこを見て言ったのか、優しさをそんな気遣わしてすみませんみたいな。でももう素敵な方ですよね。はい、とっても素敵な、あの会長の周りにはそういうスーパースターたちが皆さんいらっしゃる中に、エレベーターの中にたった小林が一人アウェー感漂う中で行ったんですね。そうです。もう先生どこにいるんですか
先生はその時の学会がもう忙しかったじゃないですか。はいはい、あのもう奥の方に行ってしまってて、もう大変ないい経験の回でした。はい、ちなみにですね、話が戻るんですが、はい、あの一応この優勝した倉畑さんのためにサインを何か寄せ書きをしてるんですけれども、はい、書いてくださった方は何パーセントオフになるんだったっけ。何パーセントオフになるんですか。もう消費税なしにしようか。おわお、今だけ、今1週間だけ、はい、これリアルタイムで聞いてくださってる方だけ消費税をなしにしてご案内をさせていただこうと思います。はい、ただ寄せ書き書いてもらいますよ。あのそれがあってのお祝いなので、ぜひ皆さんで楽しんでいただければと思います。はい、それでは皆さん、今月もありがとうございました。来月またお会いしましょう。お元気で。